マップ情報。あ、そう、なんか遊戯王でよく見る。遊戯王の CM 入る前によく見る感じ。はあ、謎の一滴の。最先端の技術使われてるものがあるよね。大丈夫か、お前服どうした？はあ、これ始まりの塔、これ降りれなくない？まず俺そこ気になっちゃうんだけど、これお前大丈夫？これどこから降りんの？あ、この青い、右の青いところからワープとかできんの？周辺のマップ情報の入手を開始します。へい。マップ情報。あ、そう、なんか遊戯王でよく見る。遊戯王の CM 入る前によく見る感じ。はあ、謎の一滴の。トンタッタ族マンシリーの涙みたいな感じ。あ、すごい。マップの開き方俺まだ分かってないけど。広っ俺がさっき戦ってたのどこなんだろう。広っ。はいはい、ちょっとスマホ返して。ほう。で、ほう、来た。姉ちゃん、思い出して。姉ちゃん、思い出して、思い出して。はい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 、思い出します。あなたは、はい、100年の間、あ、俺100年眠ってたんだ。なるほどね。この怪物が、はあ、本当の力を取り戻した時、はあはあ、おお、本当の力取り戻さなくてももう終わり迎えますけど。うわぁ、無理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 よ。おぉ、無理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 、絶対に無理。ジャオ英殺黒竜派じゃん。あそこに行くの俺。手遅れになってしまう前に。手遅れ早く。姉ちゃん手遅れなのよ、もう絶対手遅れだってこれ。100年眠ってたのね、俺自身が。で、100年の眠りから覚めたってことか。シーカーストーンの示す場所コンプリート。ありがとうございます。で、これどうやって降りるんですかね。僕。え、あ、なんか降りる場所あんな。これ飛ぶわけじゃないもんな、さすがに。ここっぽいよね。ここでワープとかができんのかな。できないね。これか？調べれないな。あ、ここか。ここか。あ、ここだ、ここだ、ここだ。こっちでいいのか。なにこれ。え、なに、登るときはあんなにスッて登るのにさ、下りのエレベーターつけとけよ。なんで降りるのだけ、ちょっと。古典的な降り方すんだよ。これ一歩間違えたら怪我すんだよ。おい。なに、次は誰だ。あ、じいさん。なんかいいもん持ってたな、お前。いやはや、驚いたわい。大地から次々と塔が、次々と塔が姿を現しおった。おそらくこのハイラルの大地に眠っていた力が呼び覚まされたのだ。して塔の上はどうであった？いや、無視するのもちょっと申し訳ないから失礼だからな。ちょ、声が聞こえました。おお、城の方から声が聞こえたとな。お主はその心に声、その声に心当たりはないのか。姉ちゃんの声っていうのは分かんだけど、誰の声か分かんないんすよね。ちょっと分かんないんすよ。分かんないっす。そうか。それはなんとも心苦しいの。それが、もうところがどっこいなんですけど、心苦しくないんすよ、そんなに。じいさん。お主も見たであろう。あの城を包み込むまがまがしい怨念の塊を。見ました。なんだったら見て見ぬふりしました。もう見なくていいです。あれの名は、厄災ガノン。ガノンドルフのガノン？そういうことだよね。うわ、すごい。確かに厄災な感じするんだけど、右の火山がもっとすごすぎてさ。